は。今日ご紹介するのはこの緑色の爆弾、トウガンです。トウガン、なぜトウガンという名前をつけたというと、それはですね、このツルツル素晴らしいグリーン色の皮にですね、傷がつけてなければ常温でもですね、冬まで保存できるという由来で、トウガンという名をつけました。それでは早速いろんな料理を作っていただきましょう。今日ですね、トウガンと、鶏肉の煮込みを作りたいと思います。鶏のもも肉を、2枚を使いますね。それでは、早速この、脂身あるんですけど、このまま残して構いませんので、ちょっと軽く筋切りをしておきます。まあ、目安としてね、指の3、2本か3本分くらいでこれ切っておきますね。鶏肉を切った後ですね、ボウルの中に入れて、軽く料理酒少しと胡椒を少しと混ぜて、混ぜて下味、はい、これで寝かせていきます全体ですね、全体この肉が白くなるまで、この赤身の肉を白くなるまでに丁寧に炒めていきます。ここは大きなポイントになりますので、丁寧に炒めます。
香り出てきましたね。どうはい、全体白くなりました。はい、ここにですね、生姜のみじん切りをちょっと入れます。それから、鷹の爪をちょっと入れます。料理酒、その後塩を入れます。はい、これで下味付け完了です。これで蓋をして、多分、ね、20分間煮込みます。先に、はい、20分間煮込みます。今日の主役、冬瓜、結構大きいですから半分だけ使います。残り半分は、明日、します。はい、真ん中切って、じゃん、しっかりと身が締まってます。はい、美味しそうなんです。その後ですね、一口大きさに切ります。これだと3等分かな。とりあえず3等分切っていきます。3等分切って、それ冬瓜の皮ですね。これちょっと硬い皮ですから、これ包丁で切り取っておきます。包丁でこういうふうに沿って切り取ります。ここ冬瓜の芯を取ります。これスポンジみたいにですね、こういうふうにふにゅふにゅになってるやつ、これ食べられないからこれいらないです。芯を取ります。冬瓜の芯を取ります。その後、冬瓜が、切ります。このくらいかな、ね、食べやすいようにこのくらい切ります。だけですね。これは少しだけ引いて、はい、冬瓜を入れて軽く炒めます。
軽く炒めたら料理酒。これで沸かしたら、はい、これ一緒に合わせます。はい、これでさらに15分くらい蓋をして煮込みます。おお、美味しそうだ。あ、冬瓜の柔らかい具合どうかなって、おお、スッて取りました。はい、じゃあこれでですね、味を調整してどうかな。最後強くして、はい、とろみをつけて完成です。本日もミンミン TV をご覧いただきありがとうございます。チャンネルに登録してくださいね。お願いいたします。